2階建てのケージの2階部分にですね、アンズちゃんのベッドを、設置してみようということになりました。まあ、使うかどうかは分かりませんが、自由に3階と2階と両方出入りできるという状況で楽しんでもらおうかなと。アンズちゃん、このベッド使う？寝てみるね。形だけにしといて、こっちを使いたがるようだったら考えましょう。一応ね、おもちゃで誘導して2階にベッドがあることは知らせときました。
ないっす。何かだね。なずちゃん、ご飯。ご飯来ますけど、どうしますか？ご飯だよ。はいはい。どうする？お、うちで食べる？うちなの？まあ、単純に2階に上がることって思ってるのかもしれないけどね。このお水入れなきゃ。あ、いい子だね、あんずちゃん。どうしようかな。ここで閉めると、今2階のこっちのさ、ケージの設備整ってないじゃん。うん、2階の？まあ、いいのか。こっち？うん。こっちに大丈夫かな。お水も入れれば。そう。じゃあ、一度これで閉めてみようか。うん。トイレも残ってるし、うん、上をじゃあ閉めてる、うん、暫定的にケージをそれぞれにしてみようかなということに今なっています。これまだ決定じゃなくてですね、また次のご飯の時に戻るかもしれません。はい、しゅんくん、ご飯だよ。行くの？下でいいのかな？いいんじゃない？ちょっと、はい、お疲れ様でした。